自己探求の罠、思考や感情の理由を探し続けても意味ねえんだぜ。 Oh my god, oh my god, oh my, oh my, oh my god, お前が神だぜ、 Oh my god。 ヨッピータカピー、ヨピカータカピロ、チャララン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 、チャラサトリマスター、こんな俺やけど、サトリを広げて宇宙の真理を得た男でございますよ、マンマミーヤー。ということで、チャラいのに真理ど真ん中のお前ごとチャンネル、今日も行っちゃう、ヒューイゴー。ということで始まりまぴた、ウォー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 。ちゅうことでね、色っぽく前髪を左側にちょっと寄せたヨッピーでございます。キモいって誰か言った今ね。ちょっとそれキモいはスルーするよねって感じでね、誰も言ってないっつってね、今日も楽しくお前とのひとときお送りしていこうかなって思うんですけどもね、今日のテーマはですね、自己探求の罠についてね。自己探求の罠ね、自己探求の罠っていうのはね、どんなところが罠なのかなと申し上げますと、そもそも自己探求って何のためにしてるのかなっていうところになるわけね。で、今回のこのヨッピーのお話を聞くと、やっぱり愛に溢れちゃうよね。まあ、ヨッピーの愛が溢れちゃってるから、やっぱりそれがこう溢れてね、こぼれてさ、お前にもそろそろ愛がこう注い込まれて、一緒にこう愛に溢れてるってなっちゃうって感じ。あー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 、愛に溢れてるってね、久々に出ましたね。最近やってなかったかもしれないね、やらなくていい、あ、またその聞こえない、スルスルってね、そんな感じで、今日も神回だかんね、最後までヨーチェキラー、うん、めということでね、早速スタートしていこうと思うんですけども、あのね、自己探求、これヨッピーがね、めっちゃハマった、ものなんですけども、ヨッピーの場合は、まあ、人生ですごく傷つくことがね、起きて、もう立ち直れないみたいなね、感じになった時に、スピリチュアル、今まで、人生では全く興味を持たなかったスピリチュアルというジャンル、ね、そこに興味を持ち出して、悟りを開く。釈迦パイセン、キリスト兄やん、興味ねえっつね、二人とも興味ねえっつね、すげえやつだって聞いてるけど、何がすげえかもよくわかんねえみたいな、そんな感じなのに、悟りを開くっていう探求が始まってしまったっちゅうね。で、結局探求をしてみて、これは最終的に気づいたことは、ね、湧き起こってくる思考や感情、ね、これが、実は、何の意味もなく起きてることなんだよってことを、まあ、知るためだったんだなってことなの。ね。ゴールからもう、説明しちゃった今日は。やっぱり真理、ど真ん中チャンネルだから、真ん中にパーンって放っておくから、ボサッとしてんじゃねえぞお前。ハートでパーンってキャッチしないと、バーンってね。一緒にやるよ、せーの。バーンってね。変顔で、今日最高の一番の変顔で、バーンってね。頼むよね。そんな感じで、自己探求っていうのは、実はね、探してるものなんて実はなかったよってね、そのまんまで良かったよってことに気づくためにやるんでございますね。変な言い方したね今、やるんでございますってね、感じなんですね。で、そこを罠に、自己探求の罠にはまり込んでしまうと、こういう思考が浮かんできた、ああいう思考が浮かんできたね、この思考はなぜ私の中に湧き起こってきたのか、どうして私の中に湧き起こってきてしまったのかみたいなね、こんな思考じゃなくてもっとポジティブな思考をね、手にしたいとかさ、感情もそうね、こんなネガティブな感情が起きるのはなんでなんだろうかみたいなね、私の何がいけないんだろうかつってね、結局ね、これ自己否定してるんですよね、なんで私はこういう反応を起こしてしまうんだろうかね、思考や感情、さらには体の感覚もそうね。ただこれをまんままんまそのまんま見ていくと、そのまんまでよかったやないかってことに気づくわけね。これが本物の自己探求なんですよっつってね、自己探求する意味はここにあるよっつって、だからやった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 ってもうやりまくった結果、そのままでよかったやないかっつってちゃぶ台をひっくり返すみたいなね、なんやっつって、なんや、あた言ったらそのままでよかったやんつってね。ってことは、あいつもそいつもこいつもそいつも、うーん、つってね。みんな、まんまでええよね、つってね。
そんな感じで、ね、私がまんまでええんやったらみんなもまんまでええやないかっつってね、なんだじゃあ今ね湧き起こってくるその感覚にこう素直になってさ自分が進みたい方向に進んでいけばええやんつっていろんなことが起きていくけどもその時その時に現れてる思考も感情も体の感覚もまんま受け入れて認めて抱きしめてワンネスラーブねこれね許すとかさ、全部愛するとかさ、なんかそういうんじゃないんですよそのまんまなのでちゃんとね言葉でまあ説明をしたいからさせていただくんですけどもお前さんの中に湧き起こってくるいろんな思考あるでしょそれはねお前さんの中に湧き起こってくる感情もあるでしょそれらは実は自然の賜物なんですねまんまあるがままの、贈り物なんですだからお前さんがどうこうして作ってるわけじゃないのね。で、こういう話をすると、いやいや、私の中にある思考は間違いなく私の思考じゃないですかと。ね。私の中に湧き起こる感情は私の感情じゃないかっておっしゃる方がいらっしゃるんですけども、お前さんがまずね、そのお前さんっていう人間としてさ、生まれてくるっていうのがさ、いろんなご縁がさ、ご縁を呼んで織りなされてさ、ハーモニーをさ、奏でてさ、で、お前さんは、生まれてたわけでしょね。お父さんとお母さんの上にはおじいちゃんおばあちゃんがいて、ひいおじいちゃんひいおばあちゃんがいて、先祖脈々と受け継がれてきて、そういった気質も含めてお前さんは生まれてて、で、生まれてからもいろんな出来事が起きていく中で、まあいろんな考え方ね、いろんな生き方みたいなものもインプットして勉強してきてさ、で、その結果、いろんな思考が湧き起こるようになってるでしょ。お前さんが自分でやってるんじゃないんですよね。だからやっぱり宇宙が織りなすハーモニーなんですよね。で、その中から自分の好きなものをチョイスしたらドゥーってことね。だからネガティブな思考がすごく湧いてきちゃうんですとかね、ネガティブな感情が湧き起こってくるとかね、ネガティブな感覚反応が起きるんですみたいなね、あ、嫌なんです私はこれをもう変えたいんです、自分のこと変えたいんですみたいな感じを実は手放していくと、え、そのまんまやんみたいなね。え、私なんかメガネですね。メガネ探してるつもりだったけど、そもそもメガネ探す必要なかった。メガネかけてなかったみたいなね。メガネをかけてないのにかけてるつもりになっちゃってるみたいなね。そんな感じね。そんなオチなんですよね。そんなオチ、オス、オス、オチ、オツ、オツ、オチみたいな。どっちでもいいんだけど、そんな感じなの。だから、自己探求にこれハマり込むと、絶対に、ゴールにはたどり着けない。なぜなら、今この瞬間がゴールだから、そのことに気づくための自己探求なのね。だから自分探しなんか必要ないんですよ。だって、常にだってもう、そこから、それでしかないからさ、ね。けど来てるのに全部こうやって目を背けようとするわけ。ね。そういう習慣を身につけてきたの。だから、まんまをまんま見ていくと、自分の中に湧き起こってくる思考や感情や体の感覚は、ね。絶対にこれヨッピーやろ、もう絶対宣言しちゃうけど、お前さんが自分でやってないから自然と湧き起こってくるからね。でもそういう話をするとまたちょっとスピリチュアル寄りになりすぎちゃって、なんていうのかな、この世界は幻想なんですよねみたいなね。幻想じゃないです。起きてるからね。ゼロの視点から見たら何も起きてないよね。意味付けしてるのはさ、解釈してるのはさ、この肉体を通じて認識してね、脳でね、これこれこういう事象が起きてるって認識をしてるわけだけども、そうじゃない視点から言ったら何も起きてないけど、やっぱりこの肉体がある以上は起きてるわけじゃないですかね。そんななんか幻想がうんぬんとかじゃなくて、まんまを生きればいいだけなんですよ。で、まんまみーや、まんまみーやっつってね、ヨッピーは毎回この動画でね、そのことしか言ってないわけじゃないですか。なぜかっつったら、楽ティンだから、ど真ん中から、まんまど真ん中から生きていけばいいんだよ、本当に。ね。来るもの、来るもの、来るもの、拒まず去るもの、追わずっつってね。やがて何もかも過ぎ去っていくんだからさ、ね。だからそれは執着しちゃいけないとかじゃなくて、もう執着したいんだったら執着すればいいしさ、怒りたいんだったらもう思いっきり勝ってさ、ね。で、ヨッピーの今周りの人たちは、ね、オープンハートになって、どんどん我慢しなくなっていってるから、ずっと自分の中にね、溜め込んでた怒り、悲しみね、憤りとかが、フォーラウェイって出てきちゃう事象が、ご縁によって運ばれてくるの。ね。リゴットのメンバーとか見てても、やっぱりそうなんやな、つってね。で、素直になればなるほど、体がメッセージを届けてくれるから、ね。
一見さ、その痛みが湧いたりとかさ、ね、病気みたいな疾患みたいな症状が出ると、やべえみたいな風に感じるかもしれないけど、それはいらないものが出てってる証拠なんだよね。これはね、もうマンマミーヤピテル、マンマミーヤが深まってる人にしか、もう語れない話。ね。思考はもう学んできたこと、インプットしてきたことで、物差してさ、その物差して物事を見ようとするでしょ。違うんですよ。命はもっと尊いよ。すげえから。バイヤー。もうバイヤーですからね。だから、まあ、自己探求にこう迷い込んでしまって、ね、思考が出てきて、この思考の意味は何なんだろうとかね、こういう感情が湧き起こってくる意味は何なんだろう。ね。でも、ね、それに取り組むっていうのも悪くはないんだよ。ある程度取り組む中で、あれ？もうそのままでよかったやないかって気づきが来るから。ね。だからそういうのやめなさいっていう話でもなくて、ね。ヨッピーだって未だに思考感情が出てきて、ね、思考がいろんな解釈つけちゃう。ね。でもそれがなんか可愛らしいのよ。ね。おバカさんみたいなね。こいつみたいなね。そんな解釈つけなくていいぞみたいなね。本当に好き放題解釈つけてるからさ。まあそれが可愛いって感じれるようになったらもうお前さんやっぱりミポリンが、腹のミポリン目覚めてるよねっていうこと。ね。まだ思考感情ステージでね、うーってやりたい人は体のステージにまだ行ってないんですよね。体のステージから生きてごらん。今が幸せ。ドゥヘンタイ。イエイ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 ってね、楽しいチャラ悟り人生始まってるから。ね。始まってるって何？ね。まあそんな感じで今日の、ドゥーガをまとめますと、思考や感情のね、理由を探しても意味がないよ。ただね、本当の自己探求っていうのは、その意味がないよってことに気づくためにやるものだから、それはそれで意味があるよ、つってね。意味がなかったってことに気づくための自己探求なんだよ、つってね。そもそもお前の、ね、まんまっていうのはずっとまんまでしかなくて、まんまから一歩も出れたことがないよ、っていう感じで、お釈迦様の上で、どうだっつってね、こうやってね、どこまでもこうね、飛び去っていった金トーンで、どうだって言わんとばかり振り返ったら、お釈迦様の手のひらにいた、手のひらの上にいた、孫悟空なんで俺たちは、ちゅう感じで、ご紹介いっちゃいましょうか。お前、グッドチャンネル登録、いろんなよろしくお願いしまーす。やりたいだけやろう。自己探求をね。はい、今日はまるちゃんですね。まるちゃんの。ワンショット。寝てましたね、ついさっきまで。ねえ、まるちゃん。賢いんだよね、まるちゃんはね。ああ、気持ちよさそうだね、まるちゃんね。気持ちいいの。ねえ。ああ、よかったよかった。甘いもんね、まるちゃんもね、ほんとにね。ほーら。ねえ、まるちゃん。どうですか、最近まるちゃんは。ねえ。まるちゃんお引っ越しすると怒るんだよね。1週間ぐらいね、プンプクリームを激おこプンプン丸ね。まもなく引っ越しですよね。本当に怒るからなね。出てこなくなっちゃうね、本当にね。ね、しょうがない。でも関係なく引っ越すからね、覚悟しといてね。以上でございます。